よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これもレリコさんのも、はい、はい、ちゃんのも私のも今すぐ買えます。ね、マイルさんのもですよ。これ僕のも、この現場にいなくてもサイトで見れば買えてしまうという、はい、ハッピーだし、もう綾部さんキスもらいましたし、なんかさ、ずっと前からさ熟女が好きとかって言ってるのにさ、はい、全く手出さないのね、私に。若いから。若い？あ、そうですか。ちょっと40、今5。あ、まあ、じゃあ熟女です。あ、熟女でしょ？でしょ？鬼のような肉食ですよね、やっぱね。もうね、春になったと今日暖かくてね、もうお腹空いちゃってりますね。ビキニだけではなくて、ビーチに行くときにこれもいいよ、これもいいよ、これも必要でしょっていうのを着るとか全部こう提案してくれるので、はい、ポチッとさっきすごい派手なセクシーなドレス買いましたよ。綾部さん、ちょっと夏は仕事が忙しいいいですか。私これ選んだんですけど、見て、今よ、これリコさん選んでた、今よ、そう、シャッターチャンス、はい、そうで、ちょっと振り向く、ちょっと振り向く、そう、はい、ちょっと微笑む、ちょっといい感じ、はい、あ、そう、あ、わぁ、ちょっと待って、この写真が全部明日の一面になるんじゃないの、これじゃあ私たちも言ってくださいね、これお願いします。意外と普通にしてるだけなんですけどね、はい、もっともっと攻めてっていいよと。そう、だってこれから夏ですよ、皆さん。そうねえ、恋しましょうよ。うん、一番今日超えたと思います。お祭りみたいなノリになっていましたね。嬉しいなと思います。ちょっとついちゃって、ちょっと大丈夫、ここ取って、ここ取って。あら、とってもお優しい。何をされてるんですか。口紅がついちゃった。びっくりしました、いきなり。どうしたの。始まっちゃったの。私こういうことをやるダンス好きなんですよ。リリコさんの顎を触ることになると思わない。距離が、もうあとはもう次はキスだけですよ、皆さん。ピース、綾部さん、リリコさん、そして、橋本まなみさん、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な買い物。綾部さん、このね、先ほどちょっとリリコさんにキスされてましたけども、はい、気分はいかがですか。いや、それはやっぱりね、男性としてこれだけ素敵な女性にキスできるってことは本当も幸せですよ。ちなみに橋本さんにもキスされてましたけど、はい、どっちの方が良かったですか。そんなの分かるでしょ、大体。いいよ、答えて。リリコさんです。ちなみに先ほどあの綾部さんの方からキスされてましたけど、はい、お二人からキスが欲しいっていうのは特にないですか。あ、僕ですか。ああ、僕が後でお名刺ください。したい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 キスしたいけど。いいですよ、いいですか、じゃあ。いかがですか、気分は。いやー、本当の社長、本当にありがとうございます。セキュリティさんのおかげでございますので、ありがとうございます。熊本にこの寄付されるっていう。この状況で何言ったら大事なのか。まあでも本当にあのね、あのいろいろな形でこういうふうにあのサポートできるってことがあると思うので、あのぜひとも皆さん、現地に行かなくてもこうやってね、普通のお洋服を買うことで、サポートになるっていうことを知っていただくことがすごく重要かなと思いました、はい、私もですね、あのやっぱり若い方は特にどう動いたらいいかわからない方とかすごく多いと思うんですね。そういった方はこのお洋服を買うだけでその役立てるっていうのは本当にありがたいなって思いますね。リュートさんでいろいろサイト見ていただいて、洋服もそうですけども、あと本当にグルメとかいろんなそういうふうなスポーツジムの体験プランとか、その他さまざまなデートプランとか、いろんなことが広がっていますので、ぜひとも皆さんに興味を持っていただいて見ていただきたいです。はい。